その身に刻め。真偽ニーベルバレッティ、これが救いだ。簡単には見つからないものだな、うん、そういえばバルキリーには羽があるはずだが、空から探すことはできないのか。アンデッドを借りながら探す方が効率的だ。より多くの不浄な魂を浄化するのが私たちの。どうした？視線を感じた。向こうだ。ジロジロ見てごめん。人に会ったのが珍しくて。こんにちは。旅の人たちだよね。ああそうだ。二人で旅をしている。俺はイーゴン、こちらはマリア。君は？俺はアルマン。奇遇だね。俺も旅をしているんだ。世界はこんなになっちゃったけど、探しているものがあってね。君たちも何か探しているみたいだったけど、もしかして不思議な木を探してたりする？ああその通りだ。さっき不思議な木がある場所を見かけたんだ。よければ案内するよ。それはありがたい。待て、その話は信用できるのか？何か企んでいたらどうする？おい、本人の前で言うことじゃないだろう。せっかくの手がかりなんだ。使えるものは使った方がいい。なるほど、一理ある。その場所まで案内してくれ。わかった、ついてきて。まったく、人間と親族の仲介は骨が折れる。無駄な抵抗だった。ここだよ。どう、探してた木かな？ああ間違いなくこの木だ。大当たりだな。すごいじゃないか。待て、どうした？この気配は。すぐに浄化してやろう。そうか、正面の剣で奥を。我が呼びかけに応じ、姿を現す。はいか。その身に刻め。真偽ニーベルバレッティ
こいつは強き魂の持ち主よ。お前の名は何という？私の名はサイファ。サイファよ、お前は神の戦士に選定された。その栄誉を欲するならこの手を取るがいい。私は栄誉など欲しません。この世にはもう私が欲するものなど。なぜ人として最高の栄誉を拒む？気持ちはわからんでもない。俺も一度は断っただろう。不可解な。まあいい、まずは木からだ。これだけ多くの魂を浄化できたなら、オーディン様の力もさらに戻っていよう。あの、今のは何をしたんだい？お前には理解の及ばんことだ。道中の案内には感謝する。うん、それじゃあ俺はこれで。また会おう。不思議な青年だったな。世界はこんなありさまだが、探し物が彼の希望となっているのだろう。人は希望があればどこまでも頑張ることができるからな。私には分からんな。おい、急にどうした？俺、なんでこんなところで。なんだこの傷。おかしいな。何があったんだ。全然覚えていないぞ。とにかくどこかで傷を見てもらわなきゃ。別なことを忘れている気がする。そこにいるのは誰だ？おい、何をしてる？おい、バルキリー、大丈夫か？ああ。突然反応がなくなったから驚いたぞ。夢でも見ていたのか？問題ない。サイファの魂の律動を追うぞ。また失敗か。何度しくじれば気が済むのだ私は。ここに権限せよ。真偽ニーベルンバレッティ。これが私の真偽。続かなきゃ。
これはこれは、見つかってしまいましたか。サイファよ、この世界は今滅亡に瀕している。我が手を取り、エインフェリアとなれ。そのお話でしたらお断りしたはずです。わからない、なぜ拒む。私は神の戦士の器ではありません。生来体が弱く、戦う力もない。私にできることは金勘定だけ。それすら肝心な時に役立てることができなかった。なあサイファ、世界は俺たちの時代とは大きく違ってしまったらしい。俺の祖国も守るべき人ももはや存在しない。俺も今では人ではなくなってしまった。それでもまだやれることがあると信じている。このまま後悔を残して消えたくはない。お前だってそうじゃないのか。私は償いたいだけなのです。全てが消え去れば、その機会も永遠に巡ってこない。サイファよ、お前に世界を救済する力を与えよう。